金曜、バラエティは NHK 総合テレビジョンと海外向け NHK ワールドプレミアムで放送されていたバラエティ番組、みんなの広場ふれあいホールから公開生、放送されていた。一連の NHK の不祥事を受けた番組改編と2005年日本国際、博覧会閉幕に伴い、正午のニュース直後枠のランチタイム番組として放映されていたお昼ですよ。 フれ合いホールとお昼ですよ。愛、地球博が打ち切られ、代わって、スタジオパークからこんにちはの第一部扱いとして、この枠がリニューアルされ、生中継ふるさと一番。と、この番組が放送されることとなった。2005年10月7日の放送開始から2006年3月30日放送分までは、NHK スタジオパークのエントランスから放送していた。 2006年4月7日、放送分からは、スタジオパークから独立させ、全身の番組、お昼ですよ。終了後半年振りに、みんなの広場ふれあいホールからの放送となった。タイトルロゴは、スタジオパーク時代のものから、同番組のロゴを取り去ったものを使用しているため、ロゴを囲んだ円形の左上部分が欠けたものとなっていた。金曜バラエティの体裁としては、お昼ですよ。 ふレアいホールの内容をほぼ継承した形になっており、毎週ゲストを招いてトークやパフォーマンスの数々を放送している。テーマソングは、お昼ですよ、のテーマソングをライブで披露した女性管弦楽ユニットバニラムードのオリジナル曲が放送開始から2009年3月まで使用されていた。なお、 この番組の開始に伴って、スタジオパーク13時代で2005年9月まで、毎週金曜に行っていた、スタパでライブのコーナーは、廃枠となり、金曜日の13時代も月曜から木曜と同じ、ゲストトークのコーナーが行われている。2010年4月2日、放送部により、地上アナログ放送、NHK ワールドプレミアムでは16、旧レターボックス映像に移行した。 2011年7月15日から9月16日放送分まではみんなの広場ふれあいホールに代わって放送センター内のスタジオから公開放送を行っていたが9月23日放送分から元のみんなの広場ふれあいホールからの公開放送に戻った2011年12月2日放送分は試行的にリアルタイム字幕放送を実施した 2012年3月30日をもって番組は終了。これに伴ってお昼ですよ。マイナスから12年間続いた平日正午体のスタジオ制放送バラエティが途絶える形となった。後継番組にはこれまで月曜日10時台に放送されていた BS コンシェルジュを移設、現在も放送されている。NHK ワールドプレミアムでは総合テレビで、 土曜日11時30分から放送される目撃。日本列島の時差放送を編成するが、この改編と同時に、金曜日の当該時間帯におけるノンスクランブル放送枠からは、正午のニュースの時間枠拡大を除き、外されることになった。ゲストは毎回異なっている。複数回登場したゲストがいる一方で、一回しか出演していない人もいる。 以下の人たちが出演した、昼のプレゼント時代を換算すると23年間となる。ありがとうございます。